おはようございます。タイさん、モクさん、ガデムさん、リエさん、マユちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は、曇り、少し晴れてますね。晴れてます。太陽さん、金城さん、春樹さん、おはようございます。晴れてるところをお見せしましょうね。晴れてる空、綺麗な空。まあ青空とはいかないかもしれませんが、雲が見える、綺麗な空です。綺麗に公園があるですね、草取りがあって、あの大きなキノコもなくなってしまいましたけれども、公園の管理で綺麗にカットされました。あ、キノコ1個残ってますね。またキノコが出てくるかもしれませんね。今日は大阪で G20 が開催されますね。そうですね、サブレスさん、おはようございます。G20 が今日からあると思います。私たちは、日本で G20 があるならば、そのために祈る必要があります。ですね、サミアーさん、ヤシリさん、ヤシリさんの名前はサミアーさんなんですね。はい、ヤシリさんって今まで読んできましたけど、ファミリーネームがヤシリさんで、ヤシリさんはサミアーさんということですね。おはようございます。ヌーピさん、この台風はイエス様の怒りを表しているんでしょうか。わかりません。しかし私たちはポジティブに考えましょう。日本のリバイバル、本当の神風、聖霊の雨が来ると信じましょう。メロディーさん、おはようございます。私たちは神様が日本に、神の風を吹かせてくださると信じます。聖霊というのは、皆さん、聖霊というのは油にも例えられます。油注ぎの油、それから風にも例えられます。火にも例えられます。水にも例えられます。私たちは、油、水、火、風を通して神様を学びます。神様を学びます。はい、リュウビさん、おはようございます。ですから皆さん、私たちは自然現象を通して、自然現象を通して神様を学びます。中国、韓国との関係を良くするには信仰が必要です。アメン、その通りです。私たちは鳥なしの祈りができます。クリスチャンはですね、鳥なしの祈りという祈りがあります。それは、自分のことのための祈りではなくて、誰かのために祈るとか、世界のために祈るとか、国のために祈るとか、それを鳥なしの祈りと言います。ですから私たちは、自分のことももちろん祈っていいです。でも私たちはイエス様のことを祈り、そして、世界のために祈ることができるんです。むしろそのために私たちは救われたと言えるでしょう。私たちの一番の仕事は祈りなんですね。一番の仕事ですから、私は仕事がない
私は無職だと言ってる人がいたら、いえいえいえ、誰でも仕事があるんです。誰でも、私たちは本当の天職、神様の仕事、イエス様の仕事ができるんですよ。そしてそれは最高の仕事です。ルルさん、おはようございます。てんちゃん、おはようございます。ハンナさん、おはようございます。私たちはですね、素晴らしい仕事があるんです。ですから私がニート万歳ってよく言いますけれど、なぜニートが万歳かというと、神様の仕事ができるからですね。神様の仕事ができる、もし私たちがこのような仕事があったらですね、神様の仕事がする時間がありません。私たちはこの世の仕事ではなく、もちろんサタンの仕事ではなく、神様の仕事をしましょう。もし罪を犯すならば、私たちが悪いことをするならば、それはサタンの仕事をしていることになるでしょう。それは、神様に敵対していることになります。多くの人は知らず知らず悪魔の仕事をし、そして神様に敵対しているんです。騙されて、多くの人は悪魔の仕事をしています。ですから皆さん気をつけましょう。私たちが悪魔の仕事をしないように、イエス様が喜ぶ仕事、イエス様が喜ばれる仕事を求めましょう。それでは今日のタイトルいきましょう。今日のタイトル、背を向けないで顔を向ける。イエス様を信じない人は、結局はイエス様に背を向けていることになるでしょう。私たちはですね、人に背を向けられたいですか？私たちですね、人に無視されたり、それから挨拶されないとか、人に、背を向けられたくないですよね。もし私たちが、落としました。虫除けを用意しました。これは可能ですね。蚊の虫除けですね。はい。健吾さん、おはようございます。私たちは人間同士、もし私たちが、誰かがいたら無視されたくないし、挨拶されたいし、背を向けられたくないですよね。私たちはもし誰かがいたら、その人に背を向けるべきではありません。もちろんそれはいろいろ状況がありますから、仕事をしているときは背を向けなきゃいけないときがあるかもしれません。そうではなくて、隣人を無視してはいけないということですね。もし誰かがいたら挨拶をするべきだと思います。そして私たちは人を無視してはいけないと思います。一番のいじめは無視ですよね。学校でも仕事場でも、そばにいる人に無視されたら、ちょっともうそこにいたくないですよね。無視されたら居心地が悪くなります。蚊に刺されたらペチッとしてますか？要するに叩くということですか？はい、もちろんですよ。仏教の人はですね、蚊に刺されても顔を叩かないかもしれませんが、キリスト教はですね、蚊に刺されたら顔を叩きます。その命を大事にするということはもちろん分かりますが、でも顔を叩くということは命を守るためでもあるわけですね。あるですね、仏教徒の人が蚊に刺されました。その人は、顔を殺さなかったんですね。その結果ですね、マラリアにかかって死んでしまいました。その仏教徒は顔を叩かないためにマラリアにかかって死んでしまったんですが、しかし、
地獄に行きました。でその人は本当にこれ本当の話ですよ、本当の話。その人はですね、地獄でね、地獄で釈迦を見て、また自分の師匠、自分のお坊さんのですね、師匠に会ったんですね。ですから彼は、失望しました。仏教では救われないんだ、釈迦でさえ救われない、高僧でも救われない、絶望しましたけど、その人は、イエス様に会ったんですね。どうして地獄でイエス様に会うかちょっとわからないんですけど、まあ、イエス様に会って、イエス様を信じて、そして生き返ったんですね。で生き返って、彼は生き返ってですね、クリスチャンになってイエス様を伝道しています。本当の話ですね。 YouTube でググってくださいね、YouTube でググったら出てくると思います。ちょっとタイトル忘れましたけど、仏教の最色主義はどう思いますか。まあ、キリスト教でもですね、ダニエルっていう旧約聖書の預言者がいるんですけど、そのダニエルは最色主義だったんですね。ですからクリスチャンでもベジタリアンたくさんいますよ。私はベジタリアンではないですが、クリスチャンでベジタリアン多いです。オルマンさん、僕もこの前生き返ったんです。本当の話なんです。わあ素晴らしい。オルマンさんは生き返ったんですか。素晴らしいですね。ヘイトスピーチはどう思いますか。もちろんとんでもないですね。もちろんヘイトスピーチはダメです、ね、はい。それでですね、私たちは、人間としても背を向けられたくない、人と話をするときよく目を見なさいとか言いますよね。私たち会話をするときに目を見て話するのが一つの礼儀ですよね。横を向いて話をしたり、目を見ないで話をするということはあんまりイメージが良くないでしょう。私たちは人と人と顔を合わせて話をします。だとすれば神様に対してはなおさらではないでしょうか。多くの人は目に見えないからということで、神様が目に見えないから神様に背を向けていることになっているんです。まあそれが罪と言えるでしょう。蛇使いさん、僕はこの前頭の中でイエス様の声が聞こえました。素晴らしい。ユウさん、嫌いだから目を合わせないんだと思います。そうですね、嫌いな人に目を合わせたくない、悪い人に目を合わせたくない、そういうのありますよね。ヤクザっぽい人がいたら、ヤクザっぽい人がいたら目を合わせないでこう横向きますよね。ヤクザの人を見たらですね、因縁をつけられて、ガンをつけるだったかな、ガンをつけられますよね。ヒットさん、川崎市の条例でヘイトスピーチが罰則になりました。よかったですね。それはいいと思います。キューちゃんは嫌いなお客さんがいたらどうしましたか。私たちは、人を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、敵を愛しなさいという命令があります。私たちは人を毛嫌いしてはいけない、エコ引きしてはいけない。私たちはどんな人にも善意と愛を示す、これがイエス様の教えです。
ネモレさん、今日イエス様の夢を見ました。とても気持ちのいい朝です。これも毎日祈っているからだと思います。わあ、素晴らしいです。どんな夢でしょうか。羨ましいです。イエス様の どんな夢か、ちょっともしよければ教えてください。桃組さん、おはようございます。エレミアのですね、エレミアの32章の33節だったかな。エレミアってのは旧約聖書の本ですが、預言者エレミアの33の32にですね、あなた方はね、背を向けている、顔を向けなさい、ね、顔を向けなさいっていう御言葉があるんですね。皆さん、顔には何がありますか。顔にはですね、目があり、口があり、耳があります。まあ、鼻もありますけど、まあ、だいたい目、口、耳、目、鼻、口、耳、これは何でしょうか。顔というのは何でしょうか。もし、顔が見えなかったら、顔が見えなかったら私がどんな人間かわからない。顔が見えなかったら私がわからないですよね。顔が見えて、あ、旧牧師だとわかるわけですね。顔が見えなかったら、人がわかりません。それで目は何でしょう。目は物を見るためですが、実を言うと、イエス様を見るための耳です。鼻は何のためでしょうか。鼻はイエス様の香りを嗅ぐためのものです。口は何でしょうか。口は賛美と感謝、イエス様に対して賛美と感謝を言うためのものです。呪うためではありません。あ、大使さん、ありがとうございます。エレミア32の33、彼らは私に顔ではなく背を向け、私がしきりに彼らに教えるが、聞いて懲らしみを受けるものもなく、そうですね、彼らは私に顔ではなく背を向けている。多くの人はイエス様に対して背を向けている。顔ではない。デビッド・テイラーは顔と顔の働きをしています。それはイエス様に顔を向けるということも意味していると思います。まあ、デビッド・テイラーの、主張は実際に顔と顔とイエス様と会いましょうということですが、私たちはイエス様に顔を向ける必要があります。のっぺらぼうですから。のっぺらぼうはお化けでしょう。耳は何ですか。耳はですね、イエス様の言葉を聞く、イエス様の言葉を聞くための耳です。この世のことを聞くのではなく、無意味なことを、愚かなことを聞くためではなく、イエス様の言葉を聞くための耳、そしてイエス様を見るための目、イエス様の香りを嗅ぐための鼻、イエス様に賛美と感謝をするための口なんです。ユウさん、昔からの知り合いの方は生まれつき目が見えないのですが、そんな方々はどうなりますか。ユウさん、大丈夫です。心の目があります。私たちは、心の目でイエス様を見る必要があるんです。まあ、心の目、霊の目って言います。霊の目、霊の耳、霊の目、心の目、心の耳。私たちは信仰というのは心の目と心の耳でイエス様を見、またイエス様の声を聞くことなんです。でも皆さん、顔を向けないと、顔を向けて見ることができます。顔を向けて聞くことができます。顔を向けなければ見ることもできないし、聞くこともできません。
信仰というのは、信仰というのはイエス様に、イエス様に顔を向けることなんですね。背を向けていた時から、私たちは、顔を向けるようになります。イエス様に顔を向ける、これが信仰です。信仰の功というのは仰ぐということですね。仰ぐというのは、顔を上げるということですね。顔を上げてイエス様に顔を向ける、まさに信仰というのは、信仰というのは背を向けていることから顔を向けること、それが信仰なんですね。ゆうびさん、人に顔を見られたくないからいつも下向いて歩いてる、坂本九がですね、坂本九っていう歌手がいました。坂本九が上を向いて歩こうっていう歌があります。皆さん知ってると思います。どうだっけか、あれはあれですよね、すき焼きなんとかっていう歌なんですよね。どうしてすき焼きと関係があるか分かんないけど、皆さん上を向いて歩きましょう。涙がこぼれないためではありません。上を向いて歩くというのはイエス様を向いて歩くという意味なんですね。多くの人は下を向いて歩いてます。それはこの世を見ているということなんですね。この世を見ている、この世を見ていたらゆうびさん誰でもネガティブになります。ゆうびさん顔にコンプレックスがある、イエス様を見たら顔が輝くんです。下を向くから、顔がですね、顔が、曇ってくるんですね。ですから、大事なのは上を向いて顔を輝くことが大事です。近所さん、心眼で声を聞くと天国の存在を感じます。アメン。皆さん、人間の顔には意味があるということですね。人間の顔には意味がある。皆さん昔ですね、こう後ろに目があったらいいなと思ったことありませんか。後ろに目があったらいいなと、思ったことあると思います。そうではないんですね。顔に目があって、顔に口があって、顔に耳があることに意味がある。顔はイエス様に向くためにある。アメン。顔は何のためにあるんですか。顔はイエス様を見るためにあるんです。皆さん、顔の意味が分かりましたか。顔は何のためにあるか分かりましたか。イエス様に向けるためにあるんですよ。多くの人はイエス様を向いてなくて反対方向を向いています。よく私が言うんですけど、皆さん満月は綺麗でしょ。満月は、月が太陽に向いてるから輝いてるんです。その反対は新月と言います。半月でも三日月でも、それは地球から見た場合ですけど、地球から見た場合、月が太陽に背を向けてる、また横を向いてたら、その満月のような輝きはありません。しかし満月のように太陽に顔を向けると、太陽に顔を向けると、月は満月のように明るくなります。ですから、リュウビさんもイエス様を見上げると、イエス様を信じてイエス様を見上げると輝くのです。で、皆さん知ってますか。皆さんですね、月というのはいつも地球に向かって同じ方向を向いてるんです。地球からですね、月の裏側見えないって皆さん知ってますよね。月はいつも
月はいつもその表の方しか見せていないんです。ということはどういうことかというと、やっぱり満月は太陽の方を向いていて、新月は、背を向けているということになります。神様ってすごいですね。天体も作ったんですから、天体の意味もあるんです。地球もそうです。皆さん、地球も太陽に向いてる方が昼で、太陽に向いてない方が夜です。イエス様に顔を向けるというのは、地球が太陽の方を向くということです。つまり光が当たって昼間になって明るいのです。皆さん、夜と昼とどっちがいいですか？夜と昼とどっちがいいですか？もちろん昼がいいですよね。明るいから歩けるんです、ね、明るいからいろんな仕事ができるわけです。神様は地球や月を通して、ね、私の方に見なさい、太陽の方を向きなさい、そういうふうに教えているんです。今日は28日ですね。6月28日、まあ6月の21か2ぐらい、21ぐらいがですね、夏至ですね。夏至というのは1年で一番昼が長い時間です。つまり、まあその北半球からすると、夏至というのは太陽の方に向いてるということになるでしょう。北半球からすれば冬はですね、ちょっと、傾いて地球を見ることになるでしょう。つまり夏というのは、夏というのは太陽の方にたくさん向いてるから暖かい暑いということになるでしょう。神様は、イエス様を向きなさい、イエス様を向きなさい、そのように教えているんです。天体もそういうことを教えているんです。不思議ですよね。本当に神様はすごいです。いろんなことを通してイエス様に顔を向けるように導いているんですね。タイさん、私は殿堂部屋に来てから夜が眠くなり徹夜できなくなりました。昼方に戻りました。感謝。よかったですね。この殿堂部屋を見るようになって、朝起きれるようになった人がたくさんいます。それは嬉しいですね。嬉しいです。それはまさに昼間はイエス様の方に向きなさいということを言っているのではないでしょうか。夜は、太陽が後ろを向いている、太陽が地球、太陽のじゃない方を向いているということです。ですから私たちは夜に生きるのではなく昼に行きましょう。私たちは夜の子ではなく昼の子です。光の子、昼の子です。私たちは、イエス様を信じるというのは光の中で生きるということですね。光の中で生きるということです。近所さん、エヴァンゲリオンで白き月にアダム、黒き月にリリス、知恵の実と命の実の設定がありますね。人間が永遠の命を得るために戦いの物語、まさにキリスト教的に生きるためにはこのように執着してはいけないと思います。その通りですね。ともさん、夜勤が嫌です。ねえ、夜勤きついですよね。まあ夜勤の仕事が多いかもしれませんね、今はね。
徹夜ですか。いや、徹夜したくないですね、徹夜したくないです、4時に起きるわけですから、もう9時になったらバタンキューですね。もう9時になったらバタンキューです。もう、徹夜は不可能ですね。24時間営業やめた方がいいですよね。いや、私はまあ仕事によって違いますけどね、しない方がいいと思うんですがね、大変だと思います。ルーさん、昨日の朝に証をキューちゃんに読んでいただいたら体が熱くなりました。イエス様が祝福してくれたのでしょうか。油注ぎです、聖霊が注がれると熱くなるんですね。油注ぎで熱くなります。タイさん、テサロニケ、あなた方は見たい光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。アメン。シャンさん、おはようございます。私たちは夜や暗闇のものではないのです。私たちは光の子、昼の子なんですね。ぜひ皆さん、私たちは神様の中で歩みましょう。イエス様もおっしゃいました。私にとどまり、私の言葉にとどまりなさい。皆さんがこの放送に来ているということは、イエス様にとどまり、イエス様の言葉にとどまっていることになるのではないでしょうか。もちろん信仰が必要ですが、モーセが会見の天幕と言いまして、神様に会うテントがあったんです。そしてモーセがですね、その、テントから出てくると顔が輝いていたそうです。モーセはですね、神様の光を受けて、神様の光を受けてモーセの顔は輝いてました。私たちも聖霊を受けて、聖霊を受けて顔が輝きます。私たちもイエス様に顔を向けると、イエス様に顔を向けると、私たちの顔が輝きます。また、どこだったでしょうかね、主に、顔を向けると、主に顔を向けると私たちは覆いが取られる、罪という覆いが取られて、私たちは、イエス様のようになるという言葉がありますね。イエス様に顔を向けるとイエス様のようになる。多くの人は顔に覆いがあります。顔に覆いがあってよく見えない、よくわからない。しかしイエス様に顔を向けると覆いが取られて、イエス様のように変えられていく、栄光から栄光、主の似姿に変えられていくという御言葉があります。はい、それではですね、それでは招きをしましょうかね。招きをしましょう。イエス様とつながると不思議なことに年齢より若く見られます。アメン。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様に背を向ける生き方から顔を向ける生き方に変わりたい。イエス様の御顔を慕い求めて光を受けたい。闇の中を生きるのではなく光の中を生きたい。イエス様を信じて光の中を生きたい。そう思う方はアメン。これからはイエス様に御顔を向けたい。いつもイエス様を仰ぎ見たい。今までは背を向けていた。もうそれは失礼である。それは
聖なるお方、愛のあるお方に背を向けてはいけない。その素晴らしいお方を仰ぎ見ましょう。慕い求めましょう。そういう方はアメンと言ってください。アメン。近所さん、イエス様とつながると天国行きパスポート、アメン。天のお父様、感謝します。私たちは偶像を見ていました。この世を見てました。自分を見てました。お金に目が行っていました。虚しいこと、愚かなことに目が行ってました。顔が向いてました。イエス様ごめんなさい。私たちは、よそ見をしていました。私たちがあなたに背を向けていたことを悔い改めます。これからはあなただけに、あなただけに顔を向け、あなたの御顔をしたい求めます。あなたの御顔をしたい求め、私たちの目があなたを見、私たちの耳があなたの御声を聞くように、してください。そして私たちの口からはあなたへの賛美と感謝が出てきますように。決して悪い言葉、呪いが出てきませんように。私たちの口を清めてください。私たちの口を清め、私たちの顔が顔と顔、あなたの御顔を慕い求めることができるように慕い求めます。あなたの御顔を慕い求めます。私たちの顔をあなたに向けるように、虚しいものを見ないように、虚しいものに心を奪われないように、私たちの心と顔が、心と顔があなたを慕い求めますように、私たちをそのようにさせてください。そのように私たちの心と顔をあなたに委ねます。あなたに委ねます。私たちの心を支配してください。そしていつもあなたの御顔を見て、あなたの祝福を受け、あなたの光を受けることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、それではですね、今日もイエス様を見上げて歩みましょう。ユビさん、イエス様が私たちの涙を拭いてくれます。私たちの、顔をきれいにしてくれます。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。良い一日を。シャローム、シャローム。